シュガーラボのこれだ、夏休みの自由研究、グミを作る。すごい。自分でグミ作るの。やってみたい。やってみたいやろ。けどもっとやりたいと思うのがあった。琥珀糖を作ろう。やりたい。やろ。だからちょっと夏休みとかにこれやってみるのありかなと思って。はい、じゃあ今日は琥珀糖を作って使おうじゃない作って、ね、琥珀糖大好きやもんね。うん、シャリシャリ食感が止まらない。もう夏休みの自由研究みたいな感じで作ってみるっていうのがまず大事だよね。やってみたいなと思ったことをやってみる。例えばさ、幼稚園の時にさ、紫のキャベツ絞ってさ色変えたのとかって、なんかやってみたいなーって言って幼稚園のカレンダーに載ってるのをやってみたい。今回はこの琥珀糖を作るのを一回やってみようかなーって。はい、大好きやもんね。はい、さあ今回使うのは、はい、これグラニュー糖。グラニュー糖って書いてある。これグラニュー糖って書いてある。グラニュー糖ニューって伸ばさないんだよ。グラニュー糖だよ。セーフティーバンド、セーフティーバンドじゃなくてセーフティーバンドみたいな。伸ばし棒がないんだよ。知ってるね。はい、で、粉寒天。今回はノンカロリーのやつですね。はい、これに乗ってるので言えば、この白い透明なやつみたいなやつよね。てんちゃん。誰やてんちゃんって。はい、そしてかき氷、天ぷらは関係ない。はい、はい、かき氷シロップレインボー、うん、7色あるんですね。はい、さあそして、材料は、うん、材料はあと水だけだけど、はい、あと細かく言えば、小鍋、はかりとボールで、バット投げるバット、いやそれボール、野球のバット、いや野球の言うてないんだよ、バットは打つ方へ、はい、であとヘラで、クッキングシート。どういうこと、打つってそれじゃないよ。で竹串とかフォークとかスプーンで後で色つけていくやつですね。はい、ということでやっていきましょう。まず水、200まで入れて、はい、OK。 続いて粉寒天 4g、はい、4、はい、全部入れてください。はい、これも300になるように、これで189、まだまだ、こんなに入れんの、こんなに入れんの、322、ちょっと多かった。よいしょ。はい、これを後で入れると。注意して、はい、で混ぜる混ぜる混ぜる。確かに、確かに、いい感じ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 、きれい。うん、はい、じゃあ、うん、砂糖を入れます。はい、グラニュー、うん、はい、入れます、うん、
で、そこからよく混ぜます、うん、溶けないようにしなきゃ。ヘラを持ち上げた時にトロッとなるように。全然なってません。もうちょっと混ぜないと、うん、ところでかき混ぜながらでいいけど、トロッとしてきた。まだけどかき混ぜないとよくかな。よそ見しなくていい。どうしたらいいか。何色使いたい？ん？何色使いたい？紫。ああ、あるよ。どこ？一個だけ。赤。赤。気をつけて落ちないよ。一緒に作ろうっていう話をしてたら、ママが終えるかって言ってた。トロッとって言ってもな、暑くて自分が汗かいてきた。そっちの方がトロッとしそう。そして使う色が赤と紫って、本色もまた難しい。経験があんまりないから、トロッとが分からんわ。トロッと、トロッとサウナ。トロッと、どこぐらいのトロッとやる？オクラとか、あ、純菜とか。はい、さあ流し込みました。さあここから5分ぐらい置くとプルプルになってくる。そこの時に色をつけるっていうことですね。じゃあ今回は紫って言ったけど赤と青にしてみて、赤と青って混ぜたら紫、うん、パープル、あ、なった。じゃあそろそろ色の付け時だと思うので、そのトロッと粘っと、あ、してる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 。なんか見て見て、ここ見たら粘っと、なんか水飴みたいになってない？ちょっとこっちから行くか。じゃあ、はい、じゃあこれ絵の具みたいにちょっとつけて、はい、で、はい、あー、ちょっとまだ弱い。すげー。しょ、別にさ、こんなでもいいんだ。
青と混ぜたら、で、スイミーみたいになってる。で、色を入れれたら冷蔵庫で1時間ぐらい冷やしますと。ちょっと待って、すぐ食べることもできますが、1時間冷やしたとね、すぐ食べることもできますが、3日ぐらい風通しの良いところで乾燥させると表面がカリカリシャリシャリになった食感になる。それが好きなんちゃう？よく ASMR 見てそれが好き言うてるやん。はい、じゃあこの黄色ピンクと赤、水、赤、青で真ん中ちょっと紫を冷蔵庫で1時間冷やしていきます。はい、アイスピックで氷を砕いて即席の残ったかき氷シロップでのかき氷、はい、どうぞ。スイミーみたいな方、スイミー、これもうスイミーやん。はい、じゃあこれを取り出して、ほんまにいける？いや、これを切る。切るの？うん、包丁で？包丁で。ナイフで？包丁ナイフで。包丁ナイフで。で、実際にさっきも言ったけど、今日でも食べれるけど、何日か、3日ぐらい乾燥させて食べた方がいいみたいな書いてあったよね。うん、あれは3日ぐらい乾燥しない。そうだ、これは今日食べる。いいですよ。だー、はい、じゃあ切ってみましょうか。睡眠柄切れるんですか、ほんまに。切れるでしょ。まだ早いとかじゃないの？けどやっぱり乾燥してないからプルプルやけど、食べれそうやけど、ちょっとなんか琥珀糖感がないよな。やっぱ乾燥させないと割れちゃう。見ましょう。うん、あ、はい、切れる。うん、いいんじゃない？じゃあこの生キャラメル的な生琥珀糖の段階で一回食べてみるか。はい。生琥珀糖の段階、まだ乾燥していない。けどキラキラの色付きって感じで美味しそうやけど、実際食べてみましょう。どうぞ。まあ、持って持って、自分で持って。めっちゃうまい。ほんまに？こっち来てよ。これママ持ってて。じゃあいただきます。おお、はい、いただきます。実際にだからこれを乾燥させて周りがカリカリしたら市販の琥珀糖って感じになるんじゃないの？どうですか？ほんまやな。なんかおばあちゃんち、あー、この甘さも。うんうん。なんかけど羊羹みたいな味もする。うん。
じゃあ残りの分は乾燥させていきましょう。琥珀糖3日置いた分です。さあまず周りがちゃんとカリカリになって、外カリ中グミになってるか、あれでしょ、カリってなって中がグニョグニョってなるんでしょ、それがちゃんとなってるかどうか。はい、まず触ってみましょうか。一番端っこのやつ行こう。取っていいよ。今のリアクションはなんだ、カリカリ、おシャリってなった今。すごい。ちょっと待って、いくで。まず見た目、おお。めっちゃ美味しい。カン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 ってなる。うん、カン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 。いや、そっちこっち、そのカン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 じゃないよ。そう、ダンス違う違う。で、これカンカンカンなるってことは固まってるってことね。はい。そして音。これは琥珀糖や。すごい。ママに渡して。うん。すごい。これは琥珀糖。すごい。3日置いてちゃんと琥珀糖になりました。あとのやつもうちょっと置いてみようか。うん、はい。ということで3日目のもうしっかり琥珀糖になってます。はい。